アラベラの第2幕が終わりました。マンドリカのバイクルさん、大変に熱演でしたけれども、この、舞台装置ですけれども、舞踏会の場ということで、もっと大変に豪華な装置を期待してらっしゃる方がいらしたということなんですけれども、大賀さんはこの装置についてどう思いになられましたか？さっき作曲された時の年代は1927年、29年だと申し上げたんですけど、この場面の想定1860年くらいなんですね。ということは、そのちょうどオーストリア・ハンガリー大帝国のね、一番その華やかなるし頃でね、その頃バルっていうのはもう本当にウィーンでもうあちこちでその新年というとバルがあったんですね。その中でこのフィアッカ・バルっていうのはね、そのまあそう言っちゃあれだけど、その一番今、仮想と言っちゃ失礼かもしれないけど、その決してそのハイソサイエティのバルじゃないんですよね。なるほど。で、それをホフマンスタロー取り上げてフィアッカ・バル、それだけにこのフィアッカ・バルがあるという、フィアッカ・バルが行われるホテルということになるとですね、あまり立派なその舞台装置具合が悪いんですね。ですから、そういう意味でその非常に今回のね、私この装置うまいなと思ったんですよ。いかにもフィアッカ・バルらしいね、その適当にその寂れたその舞台装置じゃなきゃいけないわけでね。若杉さん、このオペラは本当に皆さんおっしゃるようにいい美しいオペラなんですけれども、今ヨーロッパでよく演奏されるところといいますと、ウィーンとミュンヘンぐらいなんですけれども、それはどうしてなんでしょうか？大変ですよ、これやるのは。そうなんですか。まずはキャストを組むのがとっても難しい。なぜかっていうと、まあ一見今の幕でも主役はポップさんの歌ってらっしゃるアラベッラと、それからバイクルさんの歌ってるマンドリカということになりますけども、もうそのとっちがい劇のもう一つの組のね、マッテオっていうのが、またこれがテノールとして歌いにくい、高音の難しい役で、またこれもマンドリカと同じように覚えにくいパートですよ。そうなんでそすれか。とラムラーっていう、もう一人の旧婚者にしても、もう今歌ってるホッファービーザーさんは時々マッテオを歌ったり、ラムラーを歌ったり、エレミュメンで、ール。エレメール、ごめんなさい、行ったり来たりしそうてです。やってるけども、この2つのテノールを揃えるのも大変ですそし、うなんですそれね。から今のフィアッカのミリ、そう、ここれれまたも難ましたい。難しい。難しいんこですのね、コね。ロラトゥーラはね、それこそ「夜の女王」か、それとも「アリアドネ・アフナキソス」の「ツェルビネッタ」かっていうぐらい高い音をもうヨーデルしなきゃなんないそのうで、なんです大変ね。こういう人たちを揃えて、そしてまあ一応知名度が低いということもあって、素敵なオペラなのに、日本でも今度が初めてでしょ、そうミリなんにです。出初られるの演はなんですよ、日ね。本の。日本で初演だし。それとね、僕たちの仕事から言ってね、大変なのはね、音楽劇だけども、これはとってもしゃべるオペラでしょ、歌い上げるイタリアオペラと違って、そうですだね。からね、日常会話がいっぱいありますよね、音楽をオーケストラを土台にした、それをテキストを自分の頭に入れて、そして歌い手と一緒にそのテキストを口で言えるようにするのってのはとっても大変で、それでもうサバリス先生に僕は今感心してるんですけどね、やっぱりもう指揮してらして全部口をもうこう開けてね、全部歌い手に今歌うテキストを指示しながら一緒に呼吸して、いやもう譜面なんか見ちゃいない、もうこうやってらっしゃるでしょう、大したもんですよ。僕なんかやっぱり日本人で、ドイツの歌劇場でこうした作品やるとなるとね、バラの騎士でも基礎になりますよ、そそうのですか。テキストが次から次から言ってあげなきゃならないの、それ先生立派ですよ。今も鷲見先生言ったようにね、全その言葉をね、先生完璧に頭の中に入ってられるから、もう本当に安心しきって歌うたいの方たちも先生の棒にね頼っていられる、大変な指揮者。私、澤部先生って本当に、年々素晴らしくなってこられて、カルベヨン先生っていうのはね、やはりね、60くらいまでね、冷たい音楽でね、あまり魅力なかったんですよね。そうなカんでルすベか。ヨンが本当にね、素晴らしい仕事をなさったのは、私60からね、亡くなるまでだったと思う。その前にね、戦後に初めてね、1955年に
そのウィーンのスターツオファーが再開した時のね、ベームさんっていうのは本当に冷たくてね、うん、そういっちゃすごい魅力なかった。ああ、そうですか。そのサバリ先生がやはり最近ね、そういうところを過ぎてね、本当にこの円熟期に入られた、私そういう意味でベームさんの後を継ぐのはサバリさんだと最近つくづく思うんですけど。ブラボー、まさにそうですよ。そう思いません？うん、そう思います、ね、僕も、うん。サバリ先生って若かりし頃のサバリ先生、そういっちゃ失礼だけど冷たくてね、あまりにもプロフェッサーサバリして書いてあったけど今やね、本当にその素晴らしい大好き者サバリ先生って感じね、あったかいですよ。そしてあったかい、本当にね、でそしてパッションがあって素晴らしいですよ、うん。